16世紀から17世紀のベネツィアの防衛施設群、スタートダテイと西スタートダマールは、16世紀から17世紀にかけて、ベネツィア共和国領内に築かれた防衛施設群からなる世界遺産である。3カ国、6カ所の防衛施設は、ベネツィア共和国の陸と海の防衛を果たすために、北はイタリアのロンバルディア地方から、南は、 東部はドリア海沿岸に 1000km にわたって点在している。陸の要塞は北西から来るヨーロッパ諸国から陸の領域を海の要塞はアドリア海からレバント地方までの交易路と港を防衛する役目を果たした。防衛施設軍はベネツィア共和国の拡張と権威を保障し火薬の登場による軍事技術と要塞設計に大変革をもたらしたことで 広くヨーロッパの要塞建築の模範となったことでも知られる。登録物件は以下の通り。ベルガモーペスキエーラデルガルダパルマノーパ・ザダルシベニク、コトル16世紀から17世紀のベネツィアの防衛施設群、スタートダテイラと西スタートダマールこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。